こんにちは、シコスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。今回はですね、スピリチュアルなグッズということで、グッズ紹介みたいなことをしてみたいかなと思っております。まあ最初なのでね、手頃に手に入りやすいものということで、何を紹介しようかなと考えましたけれども、以前のシゴスピラジオでもお香の効能ということでね、ご紹介させていただいたかと思っておりますけれども、今回はですね、お香じゃあどうやって感じでね活用すればいいのということで、軽くですね、まあ、緩い感じでご紹介していきたいと思います。今回はですね、ご紹介したいのは、まあ普段はですね、白檀香というのを結構おすすめしてるんですが、今回ご紹介するのはこちらですね。はい、見えるでしょうか。観音香と言います。お香というのはですね、結構いろんな種類がありまして、このようにですね、仏様の名前とかを冠しているお香があります。今回はこれ浅草のですね、浅草寺で、夏場お盆の時期ですね、お盆の供養を申し込んだ時に返礼としてですね、まあいただけるお香ということで、観音香というものをちょっとご紹介しました。で、観音香とかね、あるいは不動香とかね、不動明王様をお祭りするお寺なんかで使われる不動香なんていうのもあるわけなんですけども、まあお香によってですね、何が違うのということがあるんですけども、まあお香というのはですね、まあどんなお香でもそれなりにこう浄化作用というものはあるわけなんですけれども、特にですね、例えば観音様のところでよく焚かれるお香というものをですね、焚くと、やはり人間の嗅覚というのは結構匂いね、そういうものでいろんなものと観音をする、まあ原始的な感覚の一つなので、例えば観音様への観音を深めたいなっていう場合には、こういった観音香と呼ばれているねもの、つまり観音様が祀られている寺院とかで使われている、お香なんかをですね、焚くと、まあその時の感覚が蘇ってきますので、観音様にね、例えばお祈りをしようなんていう時には観音香を焚くといいんじゃないかなと思っております。それではちょっとですね、どんな風に私が普段観音香を活用しているのかというのをちょっとやってみたいかなと思っております。まあ観音香を焚くにあたって、まあ普通にですね、ライターで火つけてまあ焚けばいいわけなんですけども、まあお線香なんでね、お線香立てがやっぱあった方がいいわけなんですけど、結構その部屋をですね、後期でこう満たすために、結構いいなというグッズが、まあグッズというかありまして、何かというと、香炉灰というね、ものがあります。で、それは何ぞやというとですね、こういったものなんですね。これは、川崎大師の近くのですね、仏具屋さんというか、そういったところで買ったものなんですけども、こういったものにですね、まあ、中身こう穴開いてますよね、3つぐらい。ここから煙が出て、空気が出てくる感じで、中はですね、ちょっと使ってるんでね、若干こう灰が残ってますけど、こんな感じでですね、中にシートが引いてありまして、でこのシートが結構重要でですね、これが灰、お香といえどもですね、火をつけるものなので、結構火事になったりする場合がありますから、気をつけなければいけないんですけども、こういったものがあると、まあ、燃え広がらないというか、その、ね、火がね、広がったりしないので、この黒いやつですね、これを引いてあるというのがポイントなんですけども、ここにですね、まあお香をつけて、お香に火をつけて、まあその後消して、煙が出る状態になった場合には置くという感じになりますね。では早速ですね、お香の方をちょっとつけてみたいかなと思っております。
まあこれちょっともうね、結構使いかけのものではありますけど、こんなふうに開けます。で、あ、ごめんなさい、落ちちゃいましたね。まあこんな感じで袋に入ってますけども、非常にもうね、出した瞬間から香りは出てるんで、火つけなくても結構香りはするんですけど、まあ部屋をね、浄化していくという意味では空気がね、部屋の中に行くのがいいかなと思います。で、ちょっとですね、まあ動画越しだと分かりにくいかもしれませんけれども、長いんですね、これ長いので、こう、まあ、こう入りきらないっていうのが分かりますよね。で、こういう場合はまあ単純にちょっと半分ぐらい折ってですね、入れるといいかなと思います。ちょっと折ってみましょう。真ん中で、別に折ったからといってバチが当たるとかね、そういうことはありませんので、別に大丈夫です。ちょっとこんな感じで、まあ、真ん中あたりで折ると、そうするとまあこんな風にね、入れられるようになりますので。でですね、まあ折ったらこんな感じで普通にこう取り出したる、まあ、チャッカマンですね、いわゆるこう便利なやつがありますけども、こう、いう感じで、もうついてなかった。で、まあ、お線香をね、こういうふうについた時に思わず息をかけて吹き消してしまいがちなんですけども、作法としてはこう、まあ、ちょっと揺さぶったりとかですね、仰いだりとかする形でもう簡単に消えますんで、決して息をふーってかけて消さないでください。あくまで手で仰いだりとか、こうちょっと揺さぶった感じで、まあこんな風にいい塩梅にですね、火種が残った状態で炎が消えますんで、そうしたらですね、まあこういう感じでこの中に入れます。まあ、ちょっと動画だとですね、煙が出てる感じはあんまり伝わらないかもしれませんが、まあこういう風にして火がついた状態で蓋を閉めますと。そうするとさっきの穴からですね、ふわーっという感じで香りが出てきます。まあだいたい5分10分でまあ消える感じです。で、こういった香炉灰を使うと、まあね、火事になるとかそういうことを心配することもなく、いい塩梅でですね、部屋の中に香気を焚くことができるかなと思います。まあ非常にシンプルな感じではありますけど、で、さっきも言いましたけども、いろんな香りがあって、ね、香りを楽しむという意味でも結構こう光沢というのはいいかなと思いますし、ね、特定の、まあ、仏様とかに堪能したいなという場合には、そういった特定のですね、お香をチョイスしてですね、焚いて、そのお香の中の香りの中に浸りながら、お祈願とかね、お祈りをすると、その世界に入っていけると思うので、そういう活用の仕方もあると思うので、ね、まあ、単純に部屋の中の、まあ、浄化という風に使ってもいいんですけれども、そういう風に使い分けるのもいいかなということで、まあ今後もね、ちょっとたまたま手元にあったのが観音香だったので、観音香をご紹介しましたけども、観音香以外もいろんなね、他の仏様のお香なんかもあるので、そういったものをまあちょっとね、自分なりにチョイスして使ってみられたらいいかなと思っております。まあ今回はこんな感じで緩い感じですけども、スピリチュアル的なグッズ紹介ということで、まあ一番シンプルなお香というものをご紹介してみました。まあ今後はこんな感じでですね、スピリチュアルなグッズの中でちょっと変わったものとかね、紹介していけたらとは思うんですけど、今回は全然変わったものというか、まあ鉄板な感じのものになりましたけども、まあこんな感じで今回撮ってみましたということで、まあ動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッターなどもやっておりますので、フォローしていただけたら嬉しく思います。詳しくは概要欄の方見てくださいということで、今回も守護スピラジオの方をね、お送りいたしました。